今回は一眼レフ系のピクチャーコントロールです。こちらのカメラにはスタンダード、フラット、ニュートラル、ビビット、モノクローム、ポートレート、風景の7種類のピクチャーコントロールを搭載しているということです。こんな風に撮りたいとかいう、表現意図が明確になっていましたら、それに近いピクチャーコントロールを選んでおくことが重要です。ロー調整のフローに慣れていると撮影後の調整がいくらでも可能なため、あまり気にしない人が多いですけども、動画の併用を考えると極めて重要ですね。さらにそれぞれのピクチャーコントロールはカスタマイズが可能です。微調整を加えて自分のイメージ通りに仕上げていきましょう。スタンダードはシーンを選ばずオールマイティに使えるピクチャーコントロールです。メリハリのある快調で、スナップ撮影などに最適です。その他ポートレートや風景写真などほぼ全ての用途に使えるオールマイティなピクチャーコントロールですね。続いてニュートラル、こちらは見た目に近く自然な雰囲気で撮ることができます。スタンダードより控えめな演出で被写体の色合いや快調を忠実に再現しています。編集用の素材にも適していますが、表現意図によっては撮影後に調整加工を加えなくてもそのまま使用できそうな感じですね。ビビット、こちらは派手なイメージでインパクトがあります。被写体の輪郭やコントラストまで強調されたメリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像になります。地味な色合いの被写体を鮮やかに見せたい時にも適していますね。そして続いてモノクローム、こちらは白黒やセピアなど単色の濃淡で表した画像となっています。モノクロ撮影の面白さを堪能できますね、はい、そしてポートレート、こちらは人物の肌を滑らかな快調で透明感高く描写することができます。人肌以外の部分はスタンダードに近い描写ですが、全体的に柔らかい印象の仕上がりになります。人物以外でも風景や建物など様々な被写体を柔らかなトーンに仕上げることができます。風景、こちらは深みのある色で見応えのある再現性です。主に空の青さや草木の緑のある自然風景を深みのある爽やかさで表現したいときや、街並みを含む多様な景観を質感高く表現したいときに適していますね。仕上がりはやや好調な印象ですね。フラット、情報量豊富で調整加工の素材に最適です。素材性重視のピクチャーコントロールで、ニュートラルよりもさらにコントラストが低く、そのままでは全体にメリハリがない印象ですが、ハイライトからシャドウまで豊富な情報を持っているので、撮影後の画像調整を前提として撮影する方にはおすすめです。このモードをさらにカスタマイズすれば、かなりのログモードに近づいた撮影素材が得られそうですね。はい。